うちに寄っていきませんか？やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。どうして私を？やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。真っ暗で、この声は誰？やっと会えた。君がこの氷を溶かしてくれる人なの？マスター、冬の海はお好きですか？ご主人様、何なりとお申し付けください。
あなたがマスターね。夢見る少女、シャオリンです。ほら、特大の貝ですよ。そこのお兄さん。あなたですね。私の魔法で召喚されたのは。まさか。あなたがマスターね。夢見る少女、シャオリンです。マスター、あなたには守りたい信念がありますか？あなたも先祖のバトリン。はい、ね、マスターですのね。やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。今日もお疲れ様でした。私が疲れを癒してあげましょうか。やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。私のおっきな右手で肩でも揉みましょう。そこはちょっと。来てくれましたね。会いたかったです。
来てくれましたね。会いたかったです。やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。やっと会いに来てくれましたね。会いたかったです。お待ちしておりました。会いたかったです。マスターもブラッシングしましょうか。殿方のあっちの毛は手入れしたことがないので教えていただけます？マスターもブラッシングしましょうか。
暗で、何も見えないよ。マスター。真っ暗で何も見えない。マスター、助けて。誰が私を呼んだわけ？どうして私を呼ぶの？この剣の主に、この剣の主に、あんたが私を、はい、マスター。あんたが私を呼ぶ、あなたがマスター？あなたが私のマ、やっと会えた。君がこの氷を溶かしてくれる人なの？私に惚れてるね。今私に触った、ずいぶん度胸があるじゃない。死にたくなければその指に気をつけた方がいいわよ。